普通にマーベルの予告みたいな。うわ、でかいね。でかい、やばいっすね。うわ、もうシアターだなこれ。あとこれですか。すごいな。大人と子供です。すごいねこれ。どう例えたらいいんだこれ。笑っちゃう。何とも言えんすねこれ。音もめちゃいいし。これまあちょっとまだフィルムついちゃってるでしょ。まだついてます、ね。まあでも全然色も綺麗だからね。さすが高級な方のモニターを指定して。両方高級なの。うん。これ同じ下でもね、あのモニターの種類がいろいろあるので。いやいや、これすげえなこれ。このサイズやっぱ圧倒的だな。やばいっすね。やばいなこれ。さてこれね、めちゃくちゃでかいんだけど、でかいでかいって口で言っててもなかなかこれ多分映像伝わりにくいんで、一回ちょっとメジャー当ててみてくれる？そこに。はい。まあ普通になんか筐体のサイズでいいよ。端から端で。ああ、端から端で325ミリ。325ミリぐらい、はい、こういう風に30センチだと思う、ね、表示領域が。いや 10.25 でもバカでかいなと思ったけど。この12インチ、これはもうノートパソコンの画面みたいだね。そうだ、13インチぐらい使ってますからね。これ Bluetooth でトラックパッドとかさ、はいはいはい、キーボードつけてさ、ここにExcelとかダウンロードしてさ、なんかやろうともできちゃう、ね、仕事できますね。まあこれでもできるんだけど、ここら辺にあのキーボードカチャカチャやりたかったら、ちっちゃいキーボードここら辺につけてやれば、うん、皆さんおそらく質問が来るのが、カープレイどうやってやるの。これ標準でインストールしてあります。なのでこっからご自身のカーiPhone とつないで、うん、つないで、カープレイをやってくださいと。地デジチューナーに関しても、地デジチューナーを動作させるためのアプリというものを落としてインストールする必要があります。あとこれ新品で付けると何も設定されてないので、皆さん最初一番困るのはこの設定の中にある、あ、こっちですね。 Android 設定、さっきと同じですけど、ネットワークとかですよね。 Wi-Fi とか Bluetooth とか、まあ SIM を入れて使われる方ならその辺の、情報を入れたり、 YouTube にせよ Google にせよですね、まあログインしていただかないと最初は何も使えませんってことですよね。そうです。あとは音が勝手にラジオに変わるっていうのは、さっきのビデオのところで最初から紹介しましたので、そちらを見ていただくというところですね。そのとこですか。はい、はい、そのところです。これうちの Wi-Fi につながってんの今。そうっす。これで OK、 Google しっかり識別できるようになるのかな。認識精度を向上するという。そっからなんだよね、めんどくさい。ああ、やっぱりそこでつながないと有線でもいかないんだね。うん、来ましたね、ビヨンと。これはマニュアル動画として非常に優秀なものが撮れましたね。今一瞬ですけどね、はい、つながりましたね。オッケー。とにかくでかいなこれ。アイコンがでかいもん。iPad の何倍あるの。俺の指とこのアイコン見てくださいよこれ。でかい。ちょっと怖いぐらいでかくなってます。あ、これか。あれでもこれ、うん、同じなんですね。同じみたいですね。うん、うん、今
あれなんで、もう繋がっちゃってるよ。もう繋がっちゃってるんで、うん、車に戻りますね。で、ここなんですよ。ここのどこどこ？これです。ネットワークとインターネット、うん、アクセスポイントとデザリング。これです。Wi-Fi アクセスポイントをオンにしないとダメなんですよ、うん、こいつがオンになってなかったの？そうです、こいつ側のアクセスポイントがオンになってない。そういうこと言ってんのか、向こうは。多分そうです、そうです。うん、そういうことか。はい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 、ここです、ポイントはここです。来た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 。このスクリーン綺麗すぎて俺たちの顔がくっきり反射してるから。やばいっす。来ましたね。おお、すごいね。勝手にスキャンして全部入ってる。来ましたね。うん、まあ、はい、これを押します、うん、で、で、まあ、テレビにしたいんで、あ、これ、こういう押しちゃダメだ。こういうことです。あ、そう、長押しすんの。これでナビとテレビが同時にできますよと。ワンセグになっちゃってますけど。おただ